雪、空、幻、東野総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたい。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。Just checking around. Oh, sweet. しばらく外国で暮らしていたんだけど、
そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身。ああ、共和国本軍が発砲してちょうど6年。しかしそういうことなら今もと。そうです。ここ2、3年で街並みも結構変わって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたので、ずいぶん背の高い建物が建つようになる。もともとクロスベルは大陸的に金融業も発達していたため、諸外国からミアが一昨年の不戦条約以来、その流れが加速し、莫大なミラの投資対象としてデパートや、いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしく誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。あら、ごめんなさいね、せっかく悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし。そう、うん、若いのに分かっとるな。それに引き換え最近のせい、やれ帝国はだのやれ共和国、もはや信頼できるのは。おじいさん、おじいさん、ごめんなさいね。いや、勉強になり、外国でもクロスベルタイムズは実際に話を聞いてみないと本当のところは。さんのクロスベルタイプ、多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい気。少し宗教性の問題で。なるほど。やっぱりいろいろあるみたい。の。Thank you.
パートなんか完全に新しく。あれ、そっち去年オープンしたばかりの最新の動力製品から動力車まで扱って、国製、共和国製、イベール製、エプスタイン製。はあ、それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかった。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわ。南にある病院方面なんか30分ごとに。へえ、そうか。それね、つってた。ここまでで就職先に顔を出すんだろ。せっかくだから家まで運ばせてもらおうと。あら、一人にする。行くのは初出勤。遅刻でもしたらどうする。さあさあ、何事も始めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりですぐに東通りで開けるか、下宿先を紹介できると。なあ、気持ちはありがたいけど、送った荷物もそちらに届いて。ああ、そうだ。私たちは東通り、何か困ったことがあったらいつでも頼ってられる。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。それじゃあまたね。あの雑居ビル、ちゃんと確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街、さてと。特務支援課、警察、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかくさすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、to be continued.